はい、そうですね2週間ぶりに帰ってまいりました、はい、2週間ぶりによろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうですかビーチからの放送は。そうですね、やはり暑いですね、はい、この暑さ、はい、もう夏がとうとう来たなと、うん、楽しい季節が来たなと、はい、ワクワクしておりますよ、はい、今日も日差しがすごい強いですよね、はい、どうですか、はい、あの日焼け止めクリームなどは。日焼け止め一応顔だけ顔だけ、はい、なんとかやってきましたけど。いや、これからのシーズン、はい、もっと強くなりますから。あ、顔以外も、はい、ぜひぜひ日焼け止めして対策していかないといけないですね。そうですよあ、まあ、各有僕もですね、はい、本来しないといけないですけどね、はい、うん、まあでも、はい、まあ男だからいいかな、まあ、そうですよ、もうここは毎年パンダなんで、もう思い切って黒く焼けるのも、はい、いいんじゃないですか。そうですね、はい、白い体を見せるよりは、はい、色のついた体で、はい、影のある体つきになって、はい、いきたいと思います、はい、ということでこのサザンブリーズ、はい、FM ギノワン 79.7 メガヘルツで放送していますが、その他サイマル放送、またツイキャスやユーストリームでも見ることができます、はい、ぜひ皆さん、そしてこのトロピカルビーチからも、トロピカルビーチの中でもというか、はい、放送しているんですよね。トロピカルビーチのですね、はい、売店の方からですね、サテライトスタジオということで、はい、直接こちらから放送をしております、はい、皆さんぜひね、トロピカルビーチにいらっしゃっている皆さん、はい、ラジオ楽しんでいってください。ぜひぜひ、よければビーチで泳いでいる方、売店に遊びに来ていただければ、はい、我々いますからね、はい、一緒にお話ししましょう、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ということで今週のテーマですが、はい、結婚式となっております、はいはい、結婚式のエピソード何かありますか。結婚式のエピソードいっぱいありますよ、僕は。おー、なんつったって、はい、売れ残り30代ですので周りはもう先に結婚しますからね、もう寂しいもんですよ、置いていかれつつっていうとこですか。そうですねああどうにかしなきゃ、まあ、はい、いろいろという話もじゃあ後でしていきましょうかね、はい、今日の放送中にいろいろ話していきたいと思いますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。メッセージやまたメールやコメントですね、お待ちしております。さて早速1曲いきましょうか。そうですね、はい、曲の間にちょっとね、はい、今トラブルがありますので、はい、そちら対処していきたいと思います、はい、のでまず1曲目こちらですね、はい、こちらの曲、僕の好きな、はい、ベニー K というアーティストの、はい、夏にぴったりサンライズという曲です。皆さんどうぞお聴きください。エコさんコメントありがとうございます。あれマナミンビキニはって来てるんですけど、私はビキニは来ません今のところ。キャンさんの海パン姿をお楽しみにエコさんですか。はい、エコさん、僕の海パン姿を楽しみにしてるんですねあの意外といい体してるんでドキドキしないでくださいね、うん、あとは焼くだけですかね確かにまあ焼くのはすぐですよいやでもね、そうでもないですか。あの変な焼き方したらまずダメですから。うん、焼き方もいろいろあると、はい、あ、みーちゃんさんからもメールが来てますね。お、
は順調に読めますね。ただ下に行けない。あ、これで行こう。あ、録音してるみたいですね。結婚式の話後ほど読みましょうか。はい、今ちょっと僕の持ってる曲があったようなので。ああ、そうなんですか。勝手にしましょうね。アビーチとか。アビーチとかありますね。アリアナグランデ。結婚式の話どうしようかな。エコさんからキャンチンの海パン終えってきます。ひどいなエコさん、ひどいな。すごい日差しが。これは梅雨じゃないですよね。いやー、空梅雨ですね今年は。まあでも去年みたいに降るときにドサッと降るかもしれないですね。やばそう。昨日2回ぐらい、去年は2回ぐらい大雨が降って、梅雨時期に、その時にドサッってなりましたからね。もう今年もそんな雨が降るのが楽しみでございます。じゃあ曲が終わります、はい。はい、金曜サザンブリーズお届けしております。はい、よろしくお願いします。はい、トロピカルビーチから生放送です。ビーチにいる皆さんもぜひ遊びながら耳を傾けてもらえると嬉しいです。では早速最初のコーナー行っちゃいましょうかね。はい、キャンのこだわりパッパラッパーンみたいなね。ちょっとすいません、まだ BGM が用意しようとしたんですけど、大黒摩季さん、はい、ネットでの配信がされてなくて、ツタヤに借りに行きます。はい、あ、はい、ということで今日は BGM 流しながらね、はい、ちょっとお話ししたいと思いますね。はい、ということで私のこだわりについて語るこのコーナー、はい、数えることも3回目になりますね。はい、3回目です。はい、今日はですね、私のこだわり、はい、この靴について話したいと思います。 靴にもこだわりがありますか。はい、こだわる男、私キャンはですね、はい、靴にもこだわるんですよ。、はい、皆さん靴って何気に履いてますよね。はい、でも何気に履いてると意外と落とし穴があるのが、はい、足の筋肉って、はい、まあ、第二の心臓って言われてるぐらい大事な場所なんですよ。はい、なので足に不調を抱えるとですね、はい、全身あちこち不調を抱えることになるんです。うん、例えば最近ね、僕まあ、ちょっと背中の痛みがずっと取れなかったんで、はい、まあ、整体の方に通ってマッサージしてもらおうと思って行ったら、はいはい、いやキャンさん足張ってますよと。お、足の後ろの筋肉全部張ってますよと。ストレッチちゃんとしっかりしてくださいというふうに言われたので、はい、もうそれでこの足の痛みを取るためにですね、はい、マッサージをしてもらって、すると不思議なことに足をマッサージしてもらっているのに、はい、なんとこの背中の痛み、うん、綺麗に取れていくわけですね。足と背中関係なさそうですけどねと思うじゃないですか。はい、筋肉って全部つながってるんで、うん、そのどっかに不調を抱えてると、はい、全部あちこちいろんなところに痛みが出たりとかするんですね。あ、そうなんですね。はい、ということで、うん、合わない靴を使っている方、はい、そういう方はですね、足に不調を抱えがちなんです。さっき言った後ろの筋肉を痛めたり、はい、膝の前の筋肉痛めたり、まあ、太ももの前とかですね、
で一番痛めやすいのは足の裏の筋肉です。足の裏、足の裏、足底筋と言います。へえ、あの土踏まずのところですね、はい、ここが痛いともう歩くのも困難です。あ、そこまで行けますか。そこまで行けます。なので皆さん、あのぜひですね、まあはい、革靴とかってクッションがない靴が多いですけど、ビジネスシューズ、うん、最近はクッションちゃんとしっかりしてるシューズも出てますので、はい、まあ、お値段ちょっと高かったりとかして、はい、まあ、安いのでいいやって思ってる方、はい、あの、あなたの体の不調はそこから来てる可能性がありますので、うんうんうん、おー、足から足からですね、皆さんぜひこだわっていただきたいなと、はい、なるほど、そういうこだわりですね。そうですね、 このあれと思いました、この外見外見、まあ、はい、そのファッションとしての、はい、まあ、靴っていうのは大事ですけど、はい、私ですね、一応もっとこれでも陸上選手をしてたので、はい、やはり体の健康、スポーツパフォーマンス、はい、そちらの方が優先的ですね。なるほど、はい、おー、それがこだわりです。意外なところに皆さんいかがでしょうかね、はい、皆さん靴のこだわりはありますか。私は、まあ、見た目ですね。やっぱ見た目が可愛いか、はい、見た目の良さで選んでます。あとは、まあ、サイズ、はい、そこまで歩きづらいとでも負担かかりますよね、まあ、負担かかりますので、本当にあの意外とですね、これ靴変えるだけで、はい、あれ肩こりが治ったとか、あ、そんなこと、はいはい、あれちょっと背中ちょっと楽になったなとか、いろいろ生活変化出てくると思います。あんまない靴使ってる方はやはりそこからまず改善していた方がいいと思いますのでね、ぜひぜひ、はい、僕のこだわり、はい、皆さんいかがでしたでしょうかということで、はい、以上キャンのこだわりでした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあトークテーマの方に移りたいと思います。ということで、はい、今週のトークテーマは結婚式となっています。結婚式って言ったらどんなエピソードがあるんですかね。やっぱ結婚したい人もいるし、まあ、結婚してる人もいるし、結婚したくない人もいるかもしれないじゃないですか、うん、まあ確かにね、はい、世の中いろいろ結婚した方からのこういうなんかこの結婚式のこういう思い出があるよっていうのも聞きたいですね。そうですね、はい、なんかあのやはり、はい、昨今話題になるのは、はい、鬼嫁とかなんか結婚したら、はい、なんか人生の墓場だみたいな、なんか最近ちょっとそういうネガティブ系ですよね。そうですね、ネガティブな話題の方が多いので、はい、そうじゃないところで、はい、なんか楽しい話題を、はい、僕たち未婚者は、はい、そうですよね、欲しいんですよ、はい、この未婚者2人に結婚はいいよって思わせてくれるようなそういうエピソードですね、はい、ぜひぜひお待ちしています。あったらいいですよね。うん、ちなみになんかこの結婚式参加されたことはもちろんありますよね。もちろんあります。参列、はい、うん、古い記憶では小学校1年生ぐらいから、はい、小学校1年生、はい、家の代表としてですね、僕は小学校1年生ですでに家の代表を背負うんですか。そうですねお前長男だから行ってこいと思った、はい、そんな私はこの親に連れられてとかの記憶しかないですよ、子供の頃といったら、まあ、まず当時は連れられてでしたけど、はい、まあまあ、親がいなくておばあちゃんととかおばさんととか、そうですね、で親の代わりに出席みたいな形でしたけど、本当に一番困ったのは、はい、あの母方の親戚ってほぼほぼ、まあ、おじさんたちとかぐらいしか分かんないんで、はい、そちらのはとこの結婚式に親の代わりに行かされたときはめっちゃ困りました、はい、もうほぼ他人みたいな感じですか。ではとこなのでほぼ同年代、はい、でも親族席にいる、あいつ何者だと、はい、うんうんうん、他の、その新郎のですね、はい、まあ、ご友人方から、はい、なんだあいつっていう形で見られるわけですよ、はい、派手な格好してるし、なのに なぜ親族席にいるんだ、親族席に、親族なのかあいつは、はい、みたいな、聞いたら誰もわからないという、ね、そういう結婚式も経験したことありますね。へー、はい、なかなか過酷ですよすごいですね、はいはい、ここでツイキャスでもコメントが、はい、いろいろ来ておりますね、はい、でこの、ま、結婚式の話題のものになりますと、三木彦佐藤さん、はい、テーマ結婚式、結婚の願望はないけど友人の子供やウェディングソングは大好きです。あー、っていうことです。いいですね。あ、ウェディングソングとかよく、はい、このピックアップされますよね。そうですよね。音楽番組とかでも
ウェディング特集みたいなのね、はい、よくありますからね。そしてミヤさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結婚式の時の誓いのキスの時、はい、夫のお母さんが大爆笑してるのを見て私も笑ってしまったっていうことです。爆笑ですか？誓いのキスで大爆笑をするなんかどうしようもないですよね。どうしようもないですね、これ。なんかあの自分の未来を見ているようで怖いです。あ、そうですか。心当たりが、心当たりというか、うちの家族はみんな爆笑しそうです、はい、ひどいな。そうなんですね。ひどいな、大変だ。なんつう扱いなんだ。いやー、どうなんですかね、このお母さんたちからしたら感動とかにならないんですかね。そうですよね感動の瞬間のはずなんですよ。そうですよね。ここが多分一番感動するというか、はい、まあ一番ではないか、まあ、みんな今日はわーおめでとうってところなんですよ。あ、いいなっていうところだと思うんですけど、そこで大爆笑って親族にしかできないです。はい面白いですねこういったエピソードやっぱどうなんでしょう。私は周りのこの、はい、例えば先輩とか知り合いとかも結婚式をまだあまり上げてなくて参加する機会がないんですよ。で、唯一何年か前に高校の時の部活の先輩の結婚式にやっと参列したのが最近なんですけど。あーなるほど、はい、意外と遅いですね。はい、まあ、あとはもうまあ、親戚のものに連れて行かれたのとかはありますけど、はい、あんまりなんかそんななんて言うんですかね、もうそれこそ学生、小学生とかなので普通に何も分からず参加してる感じ。うん、美味しいもの食べに行こうぐらいで、はい、だったのであんまりちゃんとした記憶がないんですよね。なるほどいや、私キャンはですね、はい、ビデオ編集ができるということで、はい、20代の間は映像編集会社をやってるぐらいの働きをしておりました。おとなると結婚式でも余興をですね。もうあんな生活は嫌です。いや楽しいんですよ。はい、楽しいんですけど、もう寝る暇がない。楽しいんだったらでも良くないです。あ、寝る暇がない。もう全く寝れないですよ。あ、昼間仕事して、はい、土日で撮りに行ってみんなでスケジュール合わせて、はい、それを編集夜やるわけですから、うんうん、寝る暇がないわけですよ。はい寝る間も惜しんで、結婚式の余興に、はい、時間をかけ費やすという。ましてやですよ、うん、3ヶ月前から計画して2ヶ月取ってきて、はい、4週間前に変わるとかっていうのもザラなんですね、はい、怖いですよ。そうなんですね、はい、はあ、大変。結構ですね、そういったこともあるので、はい、割と、はい、ま、人間3週間集中すれば何でもできるなと、はい、楽観的にはなりました。おうおうおう今まで一番そういう考えに至る、はい、評判の良かった余興は3週間で仕上げましたからね。おうおうおう、だいぶ早いですね。まあ、みんなが、まあ、スポーツマンなんで、はい、まあ、覚えが早いっていうのと、おうおう、で遅れた理由も、はい、みんな陸上選手なんで、はい、陸上の大きな大会が直前まであって、はい、それが終わらないとできない。みんな同じあれパッと。そうですそうです。社会人なのにね、はい、ほぼほぼみんな現役っていうね。うん、予定合わせるのも大変ですよね。まあ、そうですそうです。社会人は大変ですよ。はい、だからこそですね、まあ、みんないい体まだ残ってるだろうということで、はい、まあ、式当日本番は洋服脱いでやりました、ね。おお、さすが。はい、みんなで盛り上がりましたか。いやー、もうすごかったです。もう親族の皆さんから、うんうんうん、そんな格好をしたにもかかわらず、はい、両手で手を握られてありがとうございました。もう上半身裸の、はい、ふんどし一丁の、うん、そして、はい、ハゲのカツラをつけのダンスパフォーマンス、これが喜ばれるっていうのは、もうそういう時にしかになるテンションですよね。そうですそうです。まあ、ただでも、うん、ちゃんと安全に配慮した格好でしたけどね。はい、ああ、まあそうじゃないと、はい、ある意味ダメですよ。でダンスパフォーマンスも、はい、普通他の人がやらないだろうってやつをやったので、うんうん、なんかすごい評価が高かったです。はい、
皆さんご想像にお任せします、はい、どんなことを知らないのか、はい、気になる方は直接聞きに来てくださいね、はい、FM 沖縄まで、はい、聞きに来る方いますかねいやあの本土の方とか気になると思うんで、はいうんはい、あの気になった方は ね、うんはい、ぜひ FM 沖縄まで遊びに来てください。までこれのために、はい、動画撮ってあるんで動画をお見せしますからね、はいはい、じゃあここで一旦CM ですね。 CM 挟みましょうか、はいはい、ちょっと準備しましょうね、はい、さあコメントもいくつか来てまして、まずエコさんハロチロンピーということでコメント来てましたが、あのマナミンビキニじゃないのってことだったんですけど、私はビキニを着ませんそしてキャンさんの海パン姿を楽しみにしてくださいと言ったらおえっていう感想が来ました。おえはひどいですよ。おえは、はい、意外といいから出してますからね、うん、おえって言わないでください。おえはあ、なんという一応 CM 準備できましたので、はい、一旦 CM 行きましょうかね、はい、お願いします、はい、では皆さんまた後半戦も楽しんでいただきたいと思います。めっちゃコメント来てる。コメントを拾いますか。はい、めっちゃ来てる。今日はありがとうございます皆さん。ちょっとチェックしましょうね。こっちから。シュプリームさんが DJ ザッサさんって言ってます。いやあの今日は違いますよDJ ザッサさんは今日、はい、あのもう怒って来てくれなかったんで、私キャンです。あのサングラス違いますからねらしいですよ。サングラス違うらしいです。あの DJ ザッサさんのサングラス使ったら怒られるんですよなんで俺の勝手に使ってるんだ。そうなんですね。ほうほうほう、面白い。いや皆さんコメントありがとうございます。なんか子供がバイバイしてましたよね。そういえば。そうですね。話してる途中であーって思いながらちょっと手振り返したけど、なんかちょっとみたいな、はい、じゃああと1個ですね。はい、金曜日サザンブリーズをお届けしていますトロピカルビーチから生放送です。はい、はい、ということでコメントが今日たくさん来てまして、ありがとうございます。コメントを紹介していきますね。はい、はい、まずミキコ佐藤さん、先ほど結婚式の話などもらいましたが、おトロピカルビーチなんだということで、はい、はい、今日トロピカルビーチなんですよ。はい、売店の一角からお送りしております。サテライトスタジオよりお送りしております、はいはい、そしてマスオさん、おマナミンキャン君こんちはってことで、カチャー、はい、マナミンビキニでしょ、ビキニ着てると思ってればビキニ着てるように見えてくるって、あ、じゃあ皆さんがそうやって想像してくれれば、はい、私は着なくても喋るだけで喋るだけでもう想像で、はい、じゃあ皆さんのご想像にお任せしようと思います。ラジオはね声を聞くものですからね、はい、そうですよ、声を大事に。あ、僕も今実は海パン一丁なんですよ、はい、らしいです、はい、何色ですか。ですね、白ですね爽やかな色でいきたいと思います、はい、爽やかな白の海パンを履いているそうです。はい、で腹筋はちょ見事にね8パックぐらいに割れてます、8パック、はい、はい、皆さん想像してみてください。想像してください、はい、そして大塚健二さん、おこんにちは、埼玉は晴れ23度で快適です。
朝は8度寒くて暖房入れてましたってことです。朝8度ってもうありえないですね。この沖縄からしたら沖縄からしたらもうとんでもないですね、はい、沖縄はもうだいぶ暑いですけどね。あの涼しいを通り越して暑い、はい、あ寒いですよもう本当に。朝起きれないですね、はい、いやだな絶対寝過ごすんだろうな。そうですよ、はい、そしてシュプリームさんからも、お石坂さん DJ ザッサさんこんにちは。新大久保でチーズタッカルビと焼肉を食べ過ぎてお腹を壊しました。大丈夫ですか？あ違う、その前に DJ ザッサさんと突っ込まれてますが、はい、あいやいや今日はキャンですよ私あの DJ ザッサさん怒られちゃって、まあ、ちゃんと仕事しろってことで、はいはい、今日ちゃんと仕事してます。今日はちゃんと仕事をするそうです、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、そしてサボさん、マナミングラサンしてないやんって。そうなんですよ、忘れましたすっかり忘れました。あの日焼け止めに気を取られてしまって、まあ、でもね、はい、してたらパンダになっちゃうかもしれないですからね、はいはい、ありがとうございますコメント。あそしてナチュミンさんから、はい、結婚式 の、 あの話題です。話題ですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、結婚式の楽しみって言えば料理に尽きる、はい、あとは退屈な友人のスピーチやらは飛ばして、うん、最後の両親への花束を渡す時のお涙コーナー、はい、皆さんをお見送りした後の清算するんだけど一気に現実に引き戻る、ウキウキするのは次の日の旅先くらいかなってことです。でもこのやるまでが大変とかも言いますよね。結婚式を迎え、結婚式の当日を迎えるまでにいろんな準備があって、その間でまあ喧嘩したりとかっていう話も聞きますよね。そうですね、まあ、結構この男性と女性で旅行に関する計画の違いとかってありますかね、はい、あそれもありますね、はい、結婚式の後のこのハネムーンのあれとか、はいろいろ大変いや、まあ、計画の立て方とかも全然多分違うんでしょうね、はい、女性が考えてるのと男性が考えてる何が楽しいのかの基準が少し違うんですよね。あそもそもそこからですか、はい、うん、だからちゃんと話し合ってお互いに、はい、あの譲り合える関係を作りましょうということでね、はい、キャンさんからのアドバイス。いえいえ、僕が何を言ってるんだ、だってそうですよね、結婚してないのに何を言ってんだこいつってピエロですね僕ねそんな結婚してないのに何を言ってるんだって既婚者の方からは言われるかもしれないですね。いや本当にその通りだとは思いますけども、はい、うんうんうん、まあでもやっぱ譲り合う気持ちっていうのは大事だと思います、ね、はい、うん、さっきからカミカミだな。カミカミ、今日調子あれですね。なんかあの刃先が調子悪いですね、はい、あそしてマスオさんから、はい、この結婚式の料理、沖縄は300人規模が普通だから冷めてるってことです、ね、ああそうなんですよね。あそっか、人多いからそもそもまあ準備も大変ですよね。そうなんですよ、本当に多くて、うん、まあ、300人規模当たり前ですよね、はい、そうですよね。で、多くて本当に芸能人かっていう人たち1000人超えますからね。1000人超えます？1000人超えそうなぐらいのところとかありますよ。あでも最近聞いたの600人っていうのがありましたね。時期1000人を超えるんじゃないかっていう。そうです、そうです、そういうのに僕参加したことあるんで。あります？はい、余興はやらなかったですけど、まあ、間のキャンドルサービスの時は BGM 用意したりとか、はい、で二次会で DJ やったりとか、はい、すごかったですよ。参加者としてはどうなんですか、この人が。お参列者多いともうみんな知らない人ばっかりですその中に知り合いたら、おおいたいたよみたいな、なんでいるのみたいな、まあ、そうなりますよねでちなみに二次会の、はい、参加人数200人ということで、はい、二次会が普通の結婚式みたいになってましたね。あ二次会でもそっか、そんなにすごかったですよ。来るんですよね。はい、面白いな。なんかもう沖縄でしか暮らし、沖縄のこの結婚式とかしかも、まあ、経験したこともないので、はい、300人規模がやっぱ普通じゃないですか、はい、自分の中でもこれが日常というか当たり前なので、むしろ普通の結婚式、この本土の結婚式ってどんな感じなんだろうっていうのがもうわからないですね。え余計かしこまりますよ2回ほど参加したことあるんですけど、はい、50人ぐらいしかいないんでめっちゃ少なく感じますね。いやもう本当に300から500、下手したらこの売店内に全部収まるんじゃないかなぐらいの、うん、あそんな部屋とかで、本当にもこじんまりとやるんですね、はい、食事会みたいな感覚ですね。へえ面白い、はい、それあ
参加してみたい気持ちもまあありますけど、そういう少ないと人数だからこそ、まあなんていうんですかね、ワイワイせずしっとりじゃないですけどできるのもありますよね。そうですね、うん、なんかもう本当に